はい、皆様どうもいつもお世話になっております。本日今、夜の10時前、ジムの帰りに、ジムの帰ってきたところですね、動画を撮ってるんですけども、禁断の食べ物を買ってきました。こっちか、まあ、アイスですね。最近僕が鬼リピしてるやつですね。なんか生まれてこの方人生でそこまでアイスにはまることなかったんですけど、このビスケットサンド、しっとりか、しっとりビスケットサンド、めちゃくちゃうまいっすね。ビスケットの間にミルクバニラが挟まってるんですけど、なんかちょっと前まではスパイファミリーのなんかコラボかわかんないですけど、キャラクターが書いてあったんですけど、今は普通のパッケージになってましたね。もうなんかジムで筋トレしてる時からもう食べてえなと思って、いや明日食えばいいやんって思ったんですけど、まあ残念ながらそこはいかなかったんで、こんな感じですね。ちょっとビスケットが割れてしまいましたけど、これめちゃくちゃうまい。でコンビニで買ってきたんですけど、なんか店員さんがずっとレジの奥で洗い物しててですね、んで僕がそのレジに行った時に全然気づいてくれなくて、まあ洗い物してるから余計音があったんで、まあ気づかないかと思って、声かけんのめんどくせえなと思って、僕みたいな陰キャはね声かけるのがめんどくさいんでね、基本的には他人と挨拶をしないたちなんで、ジムとか行っても挨拶されても、みたいな軽く会釈するぐらいのもうド陰キャなんで、でもさすがにこうアイスなんでね、もう家を帰る時間も考慮するとできるだけ早めに退散したいんで、まあ声かけるかと思って、まあすいませんみたいな感じで声かけたんですけど、まあさすがのこのどのあらゆる環境で誰からにもなんかなんていうんですかね、声が小さいって言われるような素質を持ってる僕ですから、まあ聞こえなかったんですよね。まあまあまあ一発目は聞こえないだろうって、まあここは想定内でしたよ正直。で食べるとうまっ。でまあ自分の声がイヤホンしてたんで正直聞こえないから、どんくらいの声の量出てたかわかんないんですけど、まあ一発目よりかはちょっと大きめにやるかと思って、もう一回すいませんって言ったらもう全然聞こえなくてなんか5枚ぐらいその洗う予定の皿をもう結構もう1枚2枚3枚と余裕でもう洗い続けてて、もうなんかこの今の声より大きい声上げるのちょっとだるいなって思ったんで、よしって思って、逆にいつ気づいてもらえるのか待ってみようと思ってひたすら待ってましたね。もうなんかひたすら洗い物してる店員さんの後ろでずっとじっと黙ってるやつがおるって言って、なかなかキモいですよね声かけろやって思いますよね。他にお客さんいなかったんでね。で全部洗い物が終わってからちょっとなんか気配感じたのか、後ろ見たらああみたいな、あすいませんお待たせしましてって言って急いでなんかお会計してくれましたけど、申し訳ないと思いつつも、まあなんかそんなに俺の声小さいんだと思ってね。でも声もまず低いから通りにくいし、なんか正直今のこの自分のトーンより上のトーンで喋ると結構無理する形なんですよ。まあ全国の声小さい人たちだったら多分共感してくれると思うんですけど、いやそういう時どうしたらいいんですかね。ほんとお店とかでもすいませんっていうのがまず声が通らなくて、なんか店員さんには聞こえないけど周りの人にだけ聞こえるすいませんってなんか恥ずかしくないですかなんかそれが嫌で、だったら大きい声出すよっていう感じなんですけど、
ちゃうまい。このビスケットもちょっとしょっぱみがあって、このミルクバニラと相まってうまいっすね。ちなみに226キロカロリーです。なんか聞いた話だと冬の方が痩せやすいと聞いたんで、まあ誤差でしょう。冬の方がやっぱり寒いから、体が熱を生み出すためにすごい代謝が良くなるらしいですね。一応職業訓練の結果が郵送で返ってきて、まあまあ問題なく通りまして、また説明会は今月あるんですけど、そこで申し込んで来月からって感じですね。始めるのは、まあそれまでに就職先がまあなんか行けそうなんがあれば、そちらにシフトしていくような感じですね。まあ何もなければ半年間講義を受け続け、その間で決まればそこで就職するっていうような形ですね。いつも大手の転職サイトから応募してるんですけど、ちょっと親に勧められた求人があったんで、それがハローワークだけしか出してなくて、そこを応募、初めてハローワーで応募してみたんですけど、なんかまずパソコンで気になる求人検索をして、で、あったらなんかそれを印刷するんです。で、印刷したやつを窓口に持って行ったら、なんか電話してくれて、多分そのまま面接に行ける場合は、多分面接の日程をその場で決めて、で、今回書類選考だったんで、なんか紹介状書くんで、それと、職務経歴書と、履歴書、合わせて郵送してくださいって言われて、で、求人じゃない、紹介状作ってもらって、そのまま帰りました。てか、履歴書とかも、転職サイトはもうウェブの、なんか、プロフィールに書くだけなんで、あんまり書くことないですね。久々に書きました。なんかあの書類選考の途中で履歴書を送ってくださいって言われて送った企業もあったんですけど、それはパソコンで送ったんですけど、書いて、まあ今回は手書きで書きましたよ。めちゃくちゃ字汚くて、読めるかどうか不安ですけどね。韓国、マジうまい。久々に履歴書書いたらやっぱり下書きなしだとなんか全然ミスってしまいますね。住所とかなんかそういう慣れ、書き慣れてるやつほどなんか遠慮なくブワーっていっちゃうんで、ちょっとしょうもないミスでやり直しみたいなのありましたね。今手書きで書くんだいいなって思いましたね。まあ多分印刷してパソコンで書いて印刷すればいいんでしょうけど、なんか印刷するのがちょっとだるくて、コンビニまで行ってね印刷するんやったらもう手書きで家で書いた方がいいかなっていう謎思考になりまして、でも結局それを封筒に入れて郵便屋さんに行ってますから、別になんか手間的に考えたらそこまでなんかあんまり楽にはなってない気もするけど、まあちょっと久々に手で書いてみたかったっていうね。この字の汚い人間の履歴書を読まされる採用者様はちょっと酷ではありますけども、どうか読み取っていただければと思います。
そこがちょっと年間休日が若干少ないのがネックなんですけどね。まあもうご縁があったところに行こうかなとはもう正直思ってるんで、より好みできる立場ではないのはもう重々承知なんで、皆さん的な年間休日ってどんくらいが最低なんですかね。僕は120日だとは思っているんですけども、って感じですね。はい、また明日からも頑張っていきましょう。じゃあ。